まずは佐々木というあなたの上司です。僕の上司と浮気してるってことですか。そして田中というあなたの同僚。あーんってほら、あーん、あーん、あーん、シシシシシシ、良くも悪くも星はしご、あ、Y が来る、あ、どうだ、そう Y は来るけども合格しました。マジで？え、そう、マジで？イエーイ、見て驚くなよ。ああ、ああ、ベリー、何ベリー、何ベリベリ、変装していたのか。ベリ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 、お前は安西じゃない。ベリ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 、何者だ。安西さんの部下、楠本だ。楠本、そういうことだ。しまった、おい、安西はどこやった。安西さんもうとっくに逃げたよ。いつの間にお前たち入れ替わったんだ。俺の変装を見破れねえよ。じゃあ安西さん一生捕まえられねえよ、木村警部。しまった、残念だったな。いい気になりやがって。おい、楠本。あ、確かにすげえもん見せてもらったよ。ああ、爪が甘えぜ木村警部。まあ俺と言ったなんだが、俺もお前にじゃあすげえもん見せてやるよ。お、見せてくれ。見て驚くなよ。あ、え、お前も変装していたのか。ベリベリベリ、ドラマやで、ほんまにみんな見てんねんで。はい、他代わりなんぼでもおんねんから。はい、気持ち込めてやれ、もう一回。はい、お前泣くやったら帰れ。はい、泣くやったらもう帰れ。大丈夫です、泣くやついらんねん、うち。はい、なあ、はい、他代わりなんぼでもおんねんから。はい、 100% 最後や思て、自分の気持ち込めて。はい、はい、へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。違い、もっとな、もっと。へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。へがくし、へがくし、漆黒騎兵でござんしゅ。ぐらいやらな。もう誰か、誰か助けてください。ちょっと、ちょっと、ちょっと、気づかい、気づかい、ああ、他の人おるやろ。なんで俺ばっかり。しつこいな、こいつ、ほんまに。ダスティングラスティングデイ、ダスティングラスティングデイ、ダスティングラスティングデイ。お、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 ダスティングラスティングデイ、ダスティングラスティングデイ。担当直に言います。はい、あなたの奥さんは浮気をしています。ああ、そうだったんですか。しかも5人の男性と浮気をしています。えー、5人ですか。はい、5人。まずは佐々木というあなたの上司です。僕の上司と浮気してるってことですか。そして田中というあなたの同僚。田中と。そして山上というあなたの後輩です。その調子で受験シーズン近いからね。はい、あ、今のペースでやってると合格も一気に近づきます。本当ですか。うん、 JFX がそうだった場合6になるから。そうそう、そのペースで続けてみ。あ、これでいいってことですか。そう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 。あ、それでいいけど、こっちの公式よりはこっちの公式でやった方がいいから。こっちの公式、このグラフでいうこっちの公式やから。こっちの公式一回やってみ。はい、こっちの公式が、そうそうそう、ここから